アンフは大韓民国の男性アイドルグループ。韓国人5人と日本人1人で構成されている。2017年8月にファーストミニアルバム ONOF で大韓民国 CD デビュー。7人組であったが、2019年8月23日にグループを1名が脱退し6人組となった。アンフの読み方はオンエンオフだが、ハングル表記に従ったオネノプという呼び方が、 ファンの間ではより浸透している。デビュー当初から一貫して、音楽プロデュース会社モノトリーの代表ファンヒョン作曲家がプロデュースに参加し、ほとんどの曲を提供している。隠れた名曲が多いことで、が代名詞となっている。コンセプト設定が非常に強いグループである。特に、M、V においては、デビュー曲からストーリーが全て繋がっており、 海外の継承地でのロケなど映画級のスケールで撮影されている。数ヶ月かけて伏線を回収するなど世界観が緻密に練られている。ビューティフルビューティフルのメガボルトはほぼ CG で作られており、アベンジャーズの CG 制作チームが携わっているためトップレベルのクオリティとなっている。コンプリートのメガボルトではララランドの撮影監督が手掛けたとされている。 V ライブの更新頻度が多いことでも知られる。2021年3月 SBS の音楽番組ザショーのザショーチョイスでデビューから初めてとなる音楽番組での1位を獲得した。ビューティフルビューティフルは YouTube でメガボルト公開後約3日間で1000万再生を記録。ア g リー Dance は YouTube でメガボルト公開後約4日間で1000万再生を記録。 ポッピングでは、YouTube でメガボルト公開後、約44時間で1000万再生を記録。2018年8月デビューシングル、ON、OFF、ジャパニーズバージョンマイナスで、日本 CD デビュー。グループ内で2つのチームに分かれている。グループ全体でのリーダーを設けず、各チームリーダー2名を置いていることも、特徴の一つ。挨拶の掛け声は、始めを巨人、終わりを、 J.S. が担当している。二人のリーダーは中学校のクラスメイトでもある。歓声豊かで魅力的なボーカルに特化した明るい雰囲気のユニット、巨人、E. ション、MK 強烈で華麗なダンスパフォーマンスとともに、カリスマ性で魅了するユニット J.S.Y.A. t U はリーダー入社順は、Y.A. t 巨人 &J.S.E. ション MKU の順。フルアルバムミニアルバムシングル、 韓国日本カバー局等の映像作品韓国韓国日本韓国ヒューズヒューズはアンフとミューズの合成語でアンフを完成させてくれるたった一つの存在という意味また電気回路を保護する安全装置という辞書的な意味を持っているヒューズの意味のようにお互いにとって必ず必要な存在でお互いを心強く守ってくれる力になる存在という意味も盛り込んでいる 今後、多くの関心と愛情を持ってほしいと所属事務所は説明している。2020年7月20日、デビューから2年11ヶ月にして、初めて V ライブを通じた有料公式ファンシップの募集を行った。ありがとうございます。